南口ホーム、千歳船橋駅は、東京都世田谷区船橋一丁目にある、小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は o、O12。もともとは、駅所在地付近が湿地帯だったため、船橋をかけて、交通の便を図ったことにより、船橋村と名付けられ、その後、千歳村への合併を経て、世田谷区船橋となったことによる。間に通過線を挟んだ。 相対式ホーム2面4線を有する公開機である。ホームの有効長は10両編成分であるが、2012年3月代夜改正まで、上りホームは10両編成での定期列車が停車せず、後ろ2両分は立ち入り禁止となっていた。下りの東北沢上りと間、上りの向こうが丘遊園東、北沢間の急行線、観光線は原則として、以下の通り使い分けられている。 改札口は1階、ホームは2階にある。待合室は各ホーム中ほどにある。トイレは改札を入った正面にあり、多機能トイレを併設している。エレベーターとエスカレーターは改札内コンコースとホームを連絡する。2013年度の設備投資計画にて行き先案内表示機の新設が盛り込まれ、同年12月7日より供用を開始した。駅構内の店舗は、 すべて一階にあり、売店と北欧東京が改札外のみ、ドトールコーヒーが改札外と改札内の両方から利用できる形となっている。二千二十年度の一日平均乗降人員は四四万千七百三十九人であり、小田急線全七十駅九十七位。二千十八年三月十七日のダイヤ改正で、当駅が準急の停車駅になったため、 現在は、各駅停車と準急のみが停車する駅の中では、最も多い。各駅停車のみの停車駅だった当時、2015年度に、準急停車駅の小田急相模原駅を上回った。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下表の通り。駅改札口前の屋根の上のバイオリン弾きの主人公、テビエ役の森重久や増益の南北には、商店街が広がり、 駅周辺は、地と船の愛称で親しまれている。南口の東方向に、タクシー乗り場がある。駅前に小田急バス、小田急シティバス、京王バス東、東急バスの路線が乗り入れる。停留除名は、東急バスのみ、千歳船橋である他は、千歳船橋駅である。小田急バス、小田急シティバス京王バス東、東急バスの路線が乗り入れる停留所名は東急バスのみ千歳船橋であるほかは千歳船橋駅である小田急バス小田急シティバス京王バス東東急バスありがとうございます。